したら今回はですね、スキルシュミレーターの、扱い方を伝授していこうかなと。まあ、いろんな装備を作って俺動画を上げてるんだけど、どうやって組んでるのみたいな。もしくはなんか装備見せてとか言われるんだけど、やっぱ改錬生とかお守りで、同じような装備は組めないと。そうなってきた時に必要なのが、スキルシュミレーター。これなんか難しそうに見えるかもしれないけど、マジで簡単だから、ちょっと、ね、モンハン結構かじってる人はまず覚えてほしいわ。まあ、初心者でも覚え、意識が高い人は覚えた方がいい。でね、俺が使ってるサイトが、泣き趣味って呼ばれてる、まあ、あの、サイトなんだけど、ゲームイズからもスキルシミュレーターサイト出てて、あっちもね、かなり。ただ、俺あの、昔からこれ使ってるから、まあ、もう操作もね、慣れ親しんでるということで、こっちを使ってるわ。そしたらまずね、最初にこのサイトを触るってなったら、このお守り、登録と、改錬生登録。これが必要だね。まあ、登録してないとね、シミュレーションできないからね。さあ、そしたら組んでいくんだけど、まずこっちの武器スローを設定しなきゃいけないと。今回使うというか、シミュレーションする武器が、大名ズサミのスラッシュアックス。で、これはスロ2なんだよね。なら、セッティングと。で、早速スキルなんだけど、まずね、絶対に入れたいスキルをバーって、欲張って入れる。ぐらいがちょうどいいと思うわ。で、ひるみ軽減レベル1。攻撃7。水強化5。見切りは、まあ、とりあえずいや、弱点特攻3。超会心3。弱点特攻属性1。挑戦者ね、今回ね、前に動画で作れた改錬生した玉三つね、希少種の腰使いたくて、で、それが挑戦者レベル3元から入ってるからとりあえず入れといて、号外修羅連撃、人輪磨き1、恐竜書食、最下転覆、で、攻撃、これ3。今回そういう装備を組みたいから。で、切れ味系のスキルは、あ、違う、人輪磨き2だ。今回は人輪磨きでね、切れ味は持っていきたいんだよな。まあ、一旦こんなもんでいいか。多分ね、これ組めないと思う、正直。かなり欲張ってる。で、スキル入力し終わったら検索って押す。一致する装備がありませんでした。まあ、欲張りすぎですよ、組めませんでしたよっていう感じだ。で、こうなったら、ちょっとずつ、まあ、これは最悪なくてもいいってのを、削っていく。あ、てかあれだわ。法則変形3入れなきゃダメじゃん。スラグなんだから。やべえ、何抜こう。急にあれだわ。結構抜かなきゃいけなくなったぞ。まあ、号外修羅は、いいか。これワンチャン組めない。組めるわけねえか。いや、組めねえわ。あと弱点特攻属性もいらねえかな。これ結局、属性に行く質20以上ないと持ってけないから、リオレウス希少種とかマガイマガド用に作ろうと思ってるんだけど、そいつらじゃ、あまり、必須じゃねえんだよな。で、これで一応また検索。出ないね。そしたら、かけり虫使いを、レベル1まで落とそうか。まあ、レベル1の効果は、野生のかけり虫の持続時間が 1.3 倍になるだけど、十分。レベル2が、受け身の、かけり虫受け身使った時の回復速度が上がるだけど、まあ、俺はレベル1か3だと思ってんだよな、最近は。で、検索。あ、出たね。で、これだけのね、パターンが出ましたよと。で、まあ、なんだろう、まだスロットが結構余ってる状態なんだよね。こんだけ出るってことは。そこで、この追加スキル検索。これを押すと、これだけまだ色々詰め込めますよってのを検索してくれます。入りました。とりあえずレベル1スロットが空いてて、他にも防具の組み合わせとかで、まだこんなに組めますよって。表示されてる。まあ、会心もちょっとね、まだ 100% をキープできてないと。恐竜処理 20%、弱点特攻で 50% プラスで 70%。で、挑戦者レベル3。で、レベル3 10% とかだっけ ?80。ちょっと、ね、もうちょっとどうにかしたい感はあるな。そしたら、攻撃を一体4まで落として、まあ、挑戦者5、これで、会心プラス 15% だから、見切り3つけてあげたら、100% になったね。ただこれは、組めないと。
そしたらじゃあ見切り2に落として組めなーい。見切りワンチャン入んないかもしんないな。入ったね。見切り1か。そしたら一旦見切り0にして追加スキル検索見ようか。あーだいぶなんか攻撃削ったら開いたね。家食い状態だな。とにかく詰め込める状態になったね。まあ、なんだかんだ見切りレベル1かな。で、これピッと押したらもうスキルが追加されてるから、さらに追加スキル検索で煮詰めていくと。で、まあ、大体ね、どういうのが出るかわかる。俺、そもそも、攻撃ってあれね、あっちの攻撃ね。こっちね。こっちの攻撃レベル3で積んだけど、まあ、ルナガロンじゃねえわ。ルナルガの腕と、玉ねぎで騎士選手の腰しか回連生してないんだよね。で、その2つでもレベル3になってるから、まあ、大体そこは絶対絡んでくるようになってんだよ。で、俺の回連生は、ルナルガ腕は、マイナス1になってんだよ、回避性能が。本当はレベル3なんだけど。で、こことかもだからもう決定づけちゃう。覚えてたらね。あと、挑戦者5だか、あとあれだわ。挑戦者じゃねえわ。先鋭。これは、玉光の騎乗者の腰。で、これ、最初のこの装備設定ってとこで固定できるんだけど、まあ、今回は、ちょっと覚えてたから固定しなかったわ。で、さらに追加スキル検索。さあ、ここまで来たらもう入れられるスキルは、かなりね、限られてると。強王だったり、あとなんだろうなぁ。もう入れたいスキルもないんだよな。陽動とかか。さらに追加スキル。さあ、これでまだ色々あるけど、なんかレベル2は、まあ普通に装備についてきてるやつだから、なんだろうな。とりあえずレベル1なんかぶち込んどけって感じなんだけど、新スキルだし、霞川の恩恵でも入れておくか。これあれよ。なんだっけ、人玉取りの効果が、ごく稀に2倍になるみたいな。まあ、クソ雑魚スキルだけど、あの中では一番マシな気するわ。んで、これがま、ラストぐらいかな、もう。一気に縮まったね。多分これ全部ね、入るんじゃないか。つかもう検索でいいわ、ここまで来たら。はい、4つに絞り込まれたと。で、ここにね、まあ、追加で入れられるスキルが載ってるんだけど、まあ、一番上かな。かけり虫使いレベル2、闇討ち技物1。で、いいんじゃないかな。あー、月光胴体使うんだ。まあ、こうなってくるとね、月光胴体回連生するともっともっとね、いいものが組めるからね。そもそもメルゼヘルムとか俺クソダコしか持ってないから、まだまだ詰められるんだよな。回連生が甘いね。で、クリックすると、こんな感じで、この防具にこの装飾品をぶち込んでくださいねっていうのが出ます。で、これがお守り。で、まあ、終わりだね。これで、何のスキルが入ってるかも全部見れる。ただこれ俺ちょっと納得いってないから、今から、このルナルガ胴体を回連生するわ。元の性能がスロット3-1。で、スキルが闇討ち懲戒神挑戦者レベル2と。挑戦者5でシミュレート回したから、まあ、必要になってきたんだろうな。でもちょうどいいわ。俺闇討ちの回連生防具一つも持ってなくて、ガンランスでね、組みたいなとか思ってたから、これは、天命だな。正規枠1000も、また2000個貯めたんで、いける。出せる。もう終わったわ。回復速度プラス1、なんならプラスになったな。まあ、欲張るならね、スロ421だけど、さすがにもう、沼すぎるから、これで完成でいいわ。月光の胴体、スロットは4になって、こっちは1と。でも回復速度プラス1がついてるけど、ぶっちゃけもうないも同然だから、スキル鮮度がしないわ。で、追加。これでね、さらに幅が広がったから、まあ、これまたね、スキル、組み直さなきゃいけないな、言うたら。さあ、組み直してみたんだけど、びっくりしたことにね、スロット1個分しか増えなかった。昼見軽減3にしたわ。マジで意味ないけど、入れるもんがなさすぎて。いやー、これね、そんなわけないじゃんって思うじゃん。スロット4がね、現状弱いんだよな、まだまだ。攻撃にも、懲戒心にも、弱点特攻にも、見切りにもないから、貧弱すぎて、変わらんかったわ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。いつもこんな感じでスキルを組んで、まあ、モンスターの再開武器を探してるみたいな感じでした。まあ、ちょっと今回はね、うまく正直はまらなかったな。もっとスキルをバチコーンって気持ちよくはめたかったんだけど、なんか、キルム経験3になっちゃったし、ちょっと良くなかったな、今回はな。まあ、帰り生が甘いわ。まだまだ。はい、ぜひね、スキルシミュレーターめちゃくちゃ便利なんで、概要欄から飛んでね、組んでみてください。さらば。